飯が炊けるまで何もせずぼーっと待ってるっていうのももったいないんで、動画撮りましょう。この服、さっき話したようにアマゾンでしたけどね、まあ中国から買ったわけでして、中国業者から。まあね、中国の業者ってこういうね、色違いってね、よく起こすんですよ。で、別にアリエクスプレスから買った服が同じようにね、色違いで送ってきたんですよ。これなんですがね、形はちゃんとしていて、デザインも写真と違いはないんですが、この服の色、商品写真だとね、こういうスカーレットでなくてダークレッドなんですよね。まあこれはこれでね、まあちゃんと着れるんで構やしないんですがね。でもね、ちょっとこのまま受け取るっていうのは尺ですからね。アリエクスプレスにはこういう時のためにオープンディスピュートって言って、まあ紛争っていう意味なんですが、色がおかしいとか、なんか物品が違うとか、そういう時のためにやり合える制度がありまして、それで証拠の写真撮って運営に送って、でまあ 2,3 日して運営の方が裁定して、まあ結果は出るんですけど、大概ね、もうこういうふうに明らかに業者の方の間違いっていうと、こっちが勝つんですよ。でこれ結局返品不要で返金で、まあこれもタダでせしめちゃいましてね、間違ったものを送ってきた向こうが悪いんですからね。まあ、これで泣き寝入りすると日本人は甘いってなめられますからね。中国を相手にこう取引するときは、相手の上前を跳ねるぐらいの、そういった意気込みでいかないとダメかもしれないですね。でこれね、確かにデザインはいいんですよ。でもね、やっぱり細部の出来がちょっとうーんっていうとこありましてね。この十字架の飾りなんですがね、商品写真で見ると刺繍かと見えたんですよ。でも実際薄い金属板が貼ってあるんですよね。まあ金属板はねいいんですがね、縫い付けでないとこれ貼ってあるだけじゃ、洗濯何回かやったらこれ剥がれてきますよ絶対に。こういうところがね、ちょっと作り甘いですよね。だからって言ってこれね、糸でぐるぐる巻きにするように縫うのもなんかこれ不粋ですからね。ちょっとこれ本当に、まあただでせしめたからいいようなもの、これちゃんと金払っててこれかよっていうのがありますからね。これを返品しようと思い立った一番の理由は色じゃなくて別にあるんですよ。まあアリエクスプレスの裁定としてはなんか色を理由にしてましたがね、本来の返品理由は色違いでなくこれでしてね、なんか袖口に赤っぽいのがついてますがね、まあこんなのは中国製によくあることなんで想定の範囲内です。これボタンとちゃんとボタンホールが対になって、ちゃんとこれ閉めることができますね。こっちはで、こっちボタンホールないんですよね。これじゃあ袖口も閉められません。完全な不良品ですよね。物理的にどうしようもないです。色違いは着られるから、まあ、サイズもちゃんとしてるからいいんですがね、これはねどうにもなんないんですよね。ただね、私服作れますからね、服が作れるっていうことは、こんなところにねボタンホール開けるなんて浅見姉妹なんですよ。だからどうってことはないです。本当にねこの服は得をしました。たださっきのね十字架の飾りがどうなるかなっていうんで、まあ本当に本気で使うんだったらそこもなんか考えないといけませんね。ちょっとやっぱり中国製っていうのはいろんな意味で当たり外れが激しいです。ご飯の炊ける甘い匂いが漂っています。だいたい時間が半分ぐらい経ちました。半分ぐらい経ったところでこれを温めます。温めるといっても湯煎するわけでなく、この上に乗せるだけです。こうすることによってちょうど仕上がる時にはちょうどよくご飯と中華丼の素が温まってるっていう寸法です。飯炊きの状況なんですが、
この火の感じだとあと10分もかかんないかな、どうかな、まあそれぐらいって感じですね。それにしてもしっかりと炊く前に米を吸水させると全然これ吹きこぼれがないですね。もうそろそろ消えそうですね。あ、消えちゃいましたね。あとこれで5分から10分ぐらい放置して蒸らしましょう。もういい頃合いなんで開けてみましょう。あ、これもしっかりといい感じに温まっておきます。さて、ちょっと熱いね。ちょっとぐんと持ってきましょう。うちで取ってるとすぐに物品が手に入るので便利ですね。では開けます。おお、これはいい感じに上がってますね。問題のない仕上がりですね。うずら卵入ってんですからね、この値段で。あと1袋入れます。しっかりと燃え尽きております。2つ入れるとこんな感じになりました。これだけあれば腹いっぱいになりそうです。今日はもうこれのためにね、全然今日は飯食ってないんですよ。もう時間的にも19時どころか20時回ってますんでね。まあ本当今日は1日1食って感じです。早速食べてみます。それではいただきます。まあ普通に仕上がってますね。ご飯の方も全然硬くもなく柔らかくもなくちょうどいいです。これはうまい。うん、ご飯の方もねちゃんと風味というか甘みが出てますね。完食しました。全く問題なくいただきました。スビットで飯を炊くっていうのは、まあいろんな動画でメスティンっていうなんか平べったい、なんていうんですかね、飯盒っていうんですかね、あれで炊くっていうのが主流なんですがね、この普通の飯盒でも全然問題なくいけます。Sビットと飯盒でとにかく火をつけるだけで炊けるっていうのは本当にね便利です。魔法みたいです。人によっては水加減が分かんないって人もいるでしょうけど、そういう時は一回炊飯器の目盛りに合わせて米と水を入れて、で飯盒なりメスティンに移し替えて炊けばいいって、まあそれだけのことですが、まあ慣れてくれればね、まあどれぐらいか目分量で分かりますんで、まあ、何回かやってるうちに本当に自分のね腕に染み付いてきます。でこの先ね、停電とかあとガスが止まるとか、そんなことがあったとしても、まあ、とりあえず水だけなんとかあればね、こう S ビットと飯盒あと米さえあればもう炊けるんですからね。まあ給水はしっかりしなきゃいけませんが、この技キャンプとかね外飯以外でもエマージェンシーの時にね本当役に立つと思うんで、一度まあ実験がてら試してみるっていうのもいいかもしれません。っていうかね、非常袋に入れといた方がいいと思いますね。これ火出せるって言ってもこうガスコンロありますよね、小型のこうカセットコンロとか、あとキャンプ用のバーナー、あれだとやっぱ火加減を見るの必要ですけどね。 S ビットだったらね、このもう仕掛けて火つけるだけでいいっていうのがあります。固形燃料も私使ってるのは40ですけど、他にも35とか30とかもっと小さいサイズありますんでね、そこは自分で炊く量とかに合わせてやればいいかと思います。炊飯器で炊くのと遜色なく上がりますんでね。いや本当にね、嘘みたいな本当のことです。